運命を変えた、子供たちの、声。罪の声。35年前、日本中を巻き込み震撼させた驚愕の、大事件。食品会社を標的とした一連の、企業脅迫事件は、誘拐や、身代金要求、そして毒物混入など、数々の犯罪を繰り返す凶悪さと、同時に、警察やマスコミまでも挑発し、世間の関心を引き続けた挙句に、骨年と姿を消したなどの、犯人グループによる、日本の犯罪史上類を、見ない劇場型犯罪、大日新聞記者のアッツ A氏は、すでに時効となっているこの未解決事件を、大特別企画班に選ばれ、取材を重ねる毎日を、過ごしていた。一方、京都でテーラーを営む曽根俊也は、家族3人で幸せに暮らしていたが、ある日、父の遺品の中に古いカセットテープを見つける。俺の声だ。それは、あの日本中を震撼させた未解決事件で、犯人グループが身代金の受け渡しに使用した脅迫テープと、全く同じ声だった。やがて運命に導かれるように二人は、出会い、ある大きな決断へと向かう。あらすじ、フィルマークスより引用、映画の詳細情報は、こちら、一時停止推奨です。この映画の感想はネタバレしない程度に、コメント欄へお願いします。